先生、ちょっと時間もらうわよ。先生、あの箱の中にあったカップ麺は何？そんなにラーメン食べたいならうちの店に来ればいいじゃん。ただの備蓄よ。それならそうと早く言いなさいよ。しょうがないわね。だったら私が作ってあげるわ。大将ほどじゃないけど私も大体はわかるから。だからたまには普通のラーメンも食べなさい。ブルーアー